さあ、悪者は一体どこに隠れているのでしょうか。隊員もどうやら気づいていないようです。気づかないことをいいことに大胆に動き始めました。さあさあ、ものすごく動いてます。怪しいですね。さあ、加藤山荘小町号が気づきました。報告を受けた柳沢山荘もようやく気づきました。隊員が悪者に対し指示に従うように呼びかけています。しかし無視してますね。あれまだバレてないと思ってます。さあ、結構バレバレですよ。まだいけそう、まだいける。あー、出てきた、出てきましたね。さあ、何やら銃らしきものを持っています。さあ、何か言ってますね。何と言ってるんでしょうか。はい、どうやら悪者はあの中央にある木の実を欲しがっているようです。あれは悪魔の実の一つ、トロトロの実といって食べると優秀な戦闘機パイロットになれるという素晴らしい実です。どうやら悪者はそろそろ広報室の認知ぶりを見て、この実を塗れば大儲けできると考えているようです。さあ、手書きでもおっと発砲しました。すかさずロッタ号が銃を奪いに行きます。さあ、びっくりしたスピーが慌てて逃げます。さあ、隠れちゃいました。さあさあ、次は小町号が向かってきます。回り込んで、さあどうだ。さあ、こちらからは状況が分かりません。どうやら襲っているようですね。さあ、小町号めちゃめちゃ吠えてます。よっぽど怪しそうに見えたんですよね。おほーっと、不審者出てきました。さあさあ、あっけなく終わってしまうんでしょうかね。ものすごく動いてます。さあ、不審者が帰ってきます。怪しいですね、これは。さあ、早く撤収してください。落ち込んでます。あれ、隊員たちも見失いました。さあ、皆さんバレているかもしれませんが、近接ご覧ください。さあ、隊員たちが悪者を見失っちゃったんですよね。さあ、止まってます。どうする。さあ、困った隊員は本部に連絡をし、応援を要請しています。連絡を受け、応援に宮本山荘、スバル号、よろずき長、五行号が駆けつけます。さあ、四頭出てきました。しかしですね、どうやら中央にあるトラトラマンがまだ無事なようです。おっと、不審者出てきました。何やら、なんか持ってますね。あれ、電話でしょうか。電話かけてます。さあ、悪者も仲間を呼んでいるのでしょうか。電話でかいですね、あれ。どこにいるでしょうか。さあ、ものすごい勢いで携帯電話をかけていますが、どこに繋がっているんでしょうか。さあさあさあ、どこでしょう。さあ、T ちゃん、どこだ。おっと、登場しました。また動員ですね。携帯電話持ってます。重たそうです。
さあ、不審者2人になり、がぜんやる気が出てきました。一方、こっちもですね、隊員4名になったので、これは激しいバトルが見られるかもしれません。さあ、不審者、銃を振り放しています。危ないです、これは。さあ、走りました。すかさずまたロッタが銃を取りに行かない。直接攻撃しますね。さあ、新隊長、銃を奪っています。さあ、やりました、ロッタの。さすがです。取ったろーとアピールしますね。さあ、また走り出しました。それをスバルドが、はい、噛みつきました。すごい勢いです。さあ、必死に我物も成功していますが、スバルドは離さない。さあ、倒れちゃいました。さすがスバルドですね。一度噛んだら離しません。立て。さあ、またやられちゃいました。さあ、呼ばれて出てきてすぐ捕まりましたね。本部に連行されていきます。おや、あそこの箱からまた出てきました。さあ、不審者が3人になりました。さあ、危ないです、これは。何か持ってます。すごいですね、これは。さあ、3対4です。これはまずい、保証。